中村屋さん。きっとこの有名な大集落やで。でも全然人の気配はほぼないな。キュービーの封印みたいな。ほんまや。怖っ。めっちゃ怖い。今日ちょっと寒いな。今日は風がちゃう。気温が冷たい。車で3分のところにライジングフィールド山家って言われて。なんなそれ。釣りとかいろんなアクティビティできるし。ライジングフィールド名前負けしてるんかなと思った。評価バカだと 4.6。 これは空き家ですね。空き家ですね。もうツタが絡まっとんの。お食事どころ中村屋さん。あ、中村屋さんなの。きっとかの有名なやってんのかな。やってねえか。さすがにでもやってないなと。昔は人気あったみたいな感じやろな。ちょっと多分な観光の人おったんやろ。あるってこと。千代草美容室。千草じゃない。千草。千代草。草 やってるやん。余裕で。おお、すげえ。営業中や。切ってもらう。フェードカットしてもらう。フェードカットの意味を知らなさそう。あ、またお食事どころ。春家亭。すっげえ。東山。店あるな。でも店があんの珍しいな、田舎でこんな結構。なんか栄えてたやろ昔は。美容室あって。で、飯屋さんあって、あとは何が居酒屋あったの。公民館。公民館は絶対あるな。ちょっとこっちの奥入る。奥行ってみますか。すげえ昔ながらのポスター。ギブリだったら喋るな。うん、あれは喋るわ絶対。自民党。綾部のため。綾部新聞。なんか村というか、なんというか。町か。ああ。まあでも、ここの奥行くとちょっと。限界集落やで。でも全然人の気配はほぼないな。これ何の機械？なんとか、はい。分かる人、コメント欄で教えてほしいです。そう。あれじゃない？変化し作るやつ。俺もそうやと思ってんけど。ちゃうか、あんなのもっとあれ。道路の車通りはあるけど。大きい山やな。どこの町やったっけ。東山町。全体図。全体図。ザ田舎の風景になったな。田んぼ。わあ、でもちょっと山の上にも何軒かポツポツってあるな。綺麗棚田なってる。こう確かだったったって段差で動画やったら多分伝わらんな。お段差なって言ってんの、うん、まあ水路のあれやで。だ一番上から水流していくやろ。そうめっちゃ頭いいような昔の人。そっせよ、そっちの方が入る。そうやめっちゃ綺麗よ。なんかの入り口？なんか書いてるな。縦。何やこの魔の入り口みたいな。おいおいおい、でも一気にちょっと行ってみる。これ
ちょっと行ってみる言うて5キロぐらいあったらどうする？ああ長そうやな。めっちゃ長そうやね。これちょっとやめとこうか。あ、ちょっと待ってよ、なんかあるよ。鳥居見た、鳥居ではないかな、なんかあるな。赤い四角の赤いのやったら多分寺か神社。あ、なんか建物があるな。言われたらちびぎまくるよね。ちびっちゃうよ。なんや、何の建物や。家ちゃん、家というか倉庫みたいな。行ってんか、そこに向かった。わー、でもあるわ家。上に、うまいな。限界、え、どっちからあれ、なんか俺があるわ言ったの。あれやな、閉鎖されてるわ。これ以上進めませんよのやつ。キュービの封印みたいな。ほんまや。怖っ。めっちゃ怖い。動画撮ってなかった。いや、ここ登ってきたらまさかの、めっちゃ綺麗な池。池、池かな。そう、なんかカモが泳いでる。癒されるな。すんごいわな。あれも気をつけないと。わかる道。行く？お、右の。ちょっと登ってみる。家みたいな。ポツンポツンと。確かに。この上に家ある。またちょっとちっちゃな集落というか。これ集落っぽいな。ついで川口で来るとこちゃうで。川口なん、川口やん。これ以上入んなってことか。これより先は多分ここの住んでる人しか入っちゃダメな。センサーがあってん。ああ、謎の村に侵入失敗。謎の獣の鳴き声。闇の集落の入り口から逃げてきた。やっとの思いで逃げてきました。闇の集落の番人みたいな謎の鳴き声、うん、ずっと聞こえてきとった、うん、九州に一生を終えました。あの、どこやで。小学校でもだいぶ綺麗されてますよね、これは。リフォームされてます。意外と広いな、でもこの町というか。これ全部東山町やったらだいぶ広い。だって俺ら あんな奥から来たんですよ。あの闇の入り口、奥の山拾ってるから。まだあの鳴き声拾ってたらほんまにまだ鳴いてるから、うん、300m ぐらい先のところから鳴いてるから。怖いです。どんだけ怒ってんねん。今日はこんな感じで終わりましょうか。ありがとうございました。